けど、めっちゃ道込んでなかったっけ。そう、途中でもっと野菜抜かないの。はぁ、おはようございます。うん、ね、まず今原曲挨拶してみたけど、あの挨拶しっかりできるようにやりましょう。で、今年からあの福井ユナイテッドの監督やることになりました藤吉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱここに今残ってる選手で加わった選手は本当福井ユナイテッドに本当かけてやっぱ愛する選手、もうかける思いが強い選手が残ってると俺思ってる。全チーム全体で特にサポーターも含めて福井の人たちも含めてあの全員であの成し遂げたい、ね、みんなであのいいチーム作りたい、とにかく、いいクラブいいチーム作るためにみんなで1年頑張っていきましょう。いいですか、うん、でこの記者会見でも言ってたので明るいチーム作りたい、ね、でチームも、明るいって言ってもあのただギャギャあの楽しくやるだけじゃなくてあの楽しむ、あのやっぱりメリハリをつけてやっぱプレーしたい、ね、であのとにかくあのグラウンドで、楽しくやるところは楽しくやる、で真剣に例えばガチで紅白戦やるときとかガチやるときはガチでしっかり真剣にやるって、でそのメリハリつけてやりたい。チームの中で必ず競争が必要だしやっぱみんなで競い合ってほしい、ね、俳優役員から来ました山田健太です。この1年間よろしくお願いします。札幌大学来ました中山克樹です。ポジションはディフェンダーです。チームの勝利にしっかり貢献していきます。よろしくお願いします。栃木シティのアンダー25から来ました福本優雅です。ポジションはフォワードです。年齢は19歳です。よろしくお願いします。ベロスクロノスツノから来ました北川光平です。年齢は今年で27歳です。よろしくお願いします。から来ました池谷亮です。よろしくお願いします。よし、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 もともと前に見に来た時とやっぱ変わらず、まあ、そのサッカーに対してすごく真摯に取り組んでて、あのすごい真面目で、あの意欲的に練習やってくれるんで、あの本当にあのもう来てよかったなっていうか、本当に一緒にやれて、みんなと一緒にやれて嬉しい気持ちでいっぱいだし、あの本当にあの期待できるなっていうふうに思ってます。Jリーグでもあの戦える部分を持った選手がすごく多いと思うんですよね。でその中でやっぱりいい部分はしっかり伸ばして、で あとはその、選手のいいところをあのうまく活かせるようにやっぱチームとしてこう
どんどん作り上げていきたいなって気持ちがあるんで、本当にその選手のそのいい部分はめちゃめちゃ見れて、で期待してます、はい。まあ、初日の練習っていうのはやっぱりみんな気持ちがね高ぶってて、やっぱり気持ちの入った練習ができるん でこの練習を今年の最後の練習までしっかりできるようにっていう話はしました。僕だけじゃなくてスタッフみんなで話し合って、でみんなでいいチームを作り上げていければいいなと思います。ありがとうございます、はい。いや天気良くてよかったですじゃ昨日ちょっと撮って来たらまたちょっとこう白くなってて、うわーと思って、やばいなと思ったけど